はい、うすせぼしゃんです。という今回は、読売、花田悠希投手について、最近私が期待している花田悠希投手について話していきたいと思います。はい、ということで、花田悠希投手とは、読売巨人軍の背番号63番のピッチャーでございます。広島新庄高校で甲子園出場という実績を持っています。まあ、同期にしては、誉れ高校でしたっけの川崎くん、そして今、まあ、育成ですけどね、まあ、同じく育成の京本くんで、1試合以下では、石田隼人投手、白木大和投手とライバルたくさんいますけども、何気に僕は白木投手、石田隼人投手よりも花田投手について僕は注目しています。何より花田投手は、頭が、僕的には確実にフル回転、白木投手、石田投手よりもフル回転できる人材だと思っているので、まあ、あとちょっと触れさせていただくんですけども、僕の知り合いに、花田投手にの顔にちょっとそっくりっていう人物がいまして、まあそこからってわけじゃないんですけど、まあ、最近ちょっと読売で球の伸びとかそこら辺をね、ちょっとまあ適当に、まあ花田悠希って調べてみたら、球の伸びとかもストレートがもうすごかったんで、まあ白木投手、石田投手とともにね、活躍できる存在になってくるのではないかなと思います。で、まあ明徳義塾高校の吉村優生選手は白木大和投手と同じ明徳義塾高校出身で、3年生2年生と、まあだから1年先輩ってことかなになると思うんですけども、まあ、明徳義塾の2人にも期待ですし、もちろん、まあ、今回は僕花田投手の話なので、花田投手も期待してます。ただ、まあ、読売ファンではないっていうのは、まあ申し訳ないんですけども、読売ファンではございません。一プロ野球ファンとして花田悠希投手に期待しています。まあ、まあじゃない、まあ西武に関しては、まあ、これ沢選手や飯島選手、山田投手とか記事に載ってますけども、まあ、僕の一番の推しはやっぱりコールスター選手なので、コールスター選手の開幕一軍試合か勝ち取りを僕は見てみたい。まあ背番号は50何とかがいいかな、まあ、58とかそんぐらい。正直40とかだったら50の方がいいし、30とかだったらまあ30そんぐらいでいいんですけど、やっぱり僕は50何番とかにつけてほしいかなと思ってます。まあ、最終的にはね、まあ、岡田将生投手選手の背番号2を、まあ、奪還っていうか背番号2を任せられる選手になってほしいですね、ですねっていうか任せてほしいです。ということで今回はちょっと、まあ、西武のコレサー選手の話しちゃいましたけども、花田投手について、まあ、簡単に、急にね、まあ、話が浮かんだので話聞きました。それでは、まあ次回は、まあ何をあげるか分かんないですけど、はい。まあ動画のネタあったら、考える、まあ、動画のネタがね、最近ね、あるんですけど、だいぶ時間がかかるので、期待しておいておいてください。それでは、まあ久しぶりに、まあ終わりの挨拶ということで、まあ打っとこうなんだけど、ということで、それではまた。